2023年で75歳を迎える森山良子さん。1967年の歌手デビューから今日まで、芸能界の第一線で活躍されている方です。今回はそんな森山さんのことについてご紹介します。森山さんは、1948年1月18日生まれ、東京都渋谷区のご出身です。森山良子さんといえば息子がミュージシャンの森山直太朗さん。娘婿がおぎやはぎのおぎさんと芸能一家であることは有名です。実は彼女が生まれた実家も音楽家だらけのすごいお家なのです。父親は森山久さん、母親はジャズシンガー浅田洋子さん。兄弟は一つ年上の兄新さんががいましたが、23歳の時に他界してしまいます。話を家系図に戻しましょう。次は親戚のお話。母親の姉の夫はジャズ歌手ティーブ・釜谷さんで、その夫婦の間に生まれた子供がムッシュ釜谷さん。2017年に亡くなったムッシュ釜谷さんですが、森山さんとはいとこ同士だったのですね。ムッシュ釜谷さんの息子さんは歌手のタロ釜谷さんと、音楽関係者だらけのアーティスト一家なのです。実家の場所については公開はされていませんが、森山さんが母親らと暮らしていた以前の家が代々木上原であること、またいとこであるムッシュ釜谷さんが代々木上原の育ちと言われていることから、森山がも代々木上原にあったのではと考えられます。1967年、19歳の時にこの広い野原いっぱいで歌手としてデビューしました。1969年に発売されたナインスシングル「禁じられた恋」がオリコン1位を獲得し、 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。その後、1985年放送のテレビドラマ「金曜日の妻たちへ3」で女優デビューを果たし、以降から女優業もこなしています。2001年には「サトウキビ畑」がヒットし、さらにその名を轟かせることになりました。一方、プライベートでは2回の離婚を経験されています。1度目の結婚は一般人の男性と、この時森山さんと相手は23歳で大変若い時でした。1969年の彼女のコンサートで出会い、そこから交際、そして妊娠が発覚し入籍に至ったそうです。しかしながら、お相手の男性は実家が裕福であり、何でも買い与えてもらっていたお坊ちゃまだったのだとか、社会人経験も少なく、どこか子供っぽい彼に嫌気がさし、1975年に離婚されています。続く2度目の結婚は、シンガーソングライターのジェームズ・タキさんでした。そして彼との間に生まれたのが森山直太朗さんです。森山さんはジェームズ・タキさんとも離婚してしまいましたが、今でも直太朗さんとジェームズ・タキさんの関係は良好なのだとか、同じシンガーソングライター同士、通ずるところがあるのかもしれません。若い頃に2度の離婚を経験されている森山さんですが、あんなに可愛らしい方であればさぞかしモテたのでしょう。続いては、森山直太朗さんの父親は、ミュージシャンのジェームズ・タキさんについてご紹介します。名前からハーフと思いがちですが、本名は相良直次さんと煽るので、ハーフではありませんし、森山直太朗さんもクォーターではありません。ジェームズ・タキさんは、横田俊明とリオフラウティストのボーカルとして活動し、その後はキングレコードよりソロデビューしました。森山良子さんとジェームズ・タキさんが出会ったのは、一度目の離婚が成立するまでの4年の間でした。森山良子さんは離婚が成立するまでは他の人のことを好きになってはいけないと思っていましたが、ジェームズ・タキさんへの思いを抑えることができず、離婚が決まらないうちに再婚を考え始めていたそうです。実際には離婚が成立して9ヶ月後、1975年9月ににジェームズ・タキさんと再婚しました。お二人は長男森山直太朗さんを授かりますが、価値観の違いで離婚してしまいました。ジェームズ・タキさんは現在は S&S というバンドでボーカルを担当されているそうです。S&S はジェームズ・タキさんがデビュー当時に一緒にグループを組んでいた横田俊明とリオフラウティストの横田俊明さんも在籍しているようです。音源などを見つけることはできませんでしたが、スタンダードなジャズをソフトなアレンジで演奏しているバンドだそうです。森山良子さんの子供といえば森山直太朗さんが有名ですが、娘さんもいらっしゃいます。一度目に結婚した一般男性との間に授かった森山奈穂さんです。1999年にウクレレコーラスデュオのテティ・ブッカの2代目テティとしてデビューしました。テティ・ブッカには2005年頃まで在籍していました。2005年にテティ・ブッカを卒業すると、奈穂としてソロシンガーの活動を始めました。
そして2006年にお笑いコンビおぎやはぎの小木博明さんと結婚し、2009年には長女も誕生しています。小木さんとの結婚は再婚ではないかと言われていますが、実際には森山奈穂さんも小木博明さんも初婚です。小木さんのことは出会う以前からファンだったそうで、共通の知り合いである女性芸人のまちゃまちゃさんの紹介で知り合ったそうです。2021年には少年隊の錦織一清さんと植草克秀さんの YouTube チャンネル日記とかっチャンネルに司会進行役として登場しています。どういった経緯でお二人と知り合われたかは分かりませんが、少年隊のお二人とまるで友達のように喋り、息の合ったトークを繰り広げています。2022年にはペティブッカに復帰し、アメリカで行われている SXSW などに出演しました。2009年、森山奈穂さんと小木博明さんの間に娘が誕生しました。森山良子さんにとっては初孫になります。お孫さんが2歳を過ぎて喋り始めると、森山良子さんを良子たんと呼んでいたそうです。その可愛い姿に森山良子さんはお孫さんを溺愛しているそうです。よだれかけや洋服を編んだり、保育園の送り迎えを買って出たり、一緒にディズニーランドに行ったり、お孫さんとの時間を楽しんでいたそうです。2023年現在はお孫さんも中学生になりましたが、おばあちゃん子であることは変わらないようです。ただ良子たんという愛称からどこたんという愛称になっているそうです。お孫さんは母親と喧嘩をすると、二世帯住宅の中の森山良子さんが住んでいるスペースに家出してくるそうで、森山さんはそれをいつでも家出してらっしゃいと心よく歓迎しているそうです。可愛い孫娘が自分のところに来てくれるなら、毎日でも喧嘩してほしいと思っているかもしれませんね。森山良子さんが暮らす自宅は世田谷区成城にあると言われています。2017年にこの家が完成した頃の週刊誌の報道によると、同年3月に完成した家は2世帯住宅、森山良子さんと娘一家が一緒に暮らしているといいます。都心の一等地に位置しており、地上2階地下1階建て、推定3億兆の白亜の大豪邸。森山良子さんの娘一家といえば、森山奈穂さんとその夫おぎやはぎの小木博明さん夫妻とその子供、芸能人一家のお宅ですからプライバシーに気を使っているようで、外から見える範囲では窓がなく一軒要塞のようなのだとか。この家が正常にあると推測される理由は都心の一等地であること、同居する孫の学校が正常だからというのが大きいようです。ちなみに成城学園といえば、森山良子さん自身やその息子である森山直太郎さんの出身校でもあります。森山家にとって成城は馴染みのある町とも言えます。また森山さん自身ではないのですが、一緒に暮らしているという娘婿小木さんには SNS 上で成城での目撃情報が見られることから、成城説はかなり信憑性が高いと言えそうです。2020年には自身がパーソナリティを務めるオールナイト日本を自宅からオンエアしたことも、写真に写っているのはほんの一部ですが、変に気取ったところのない自宅感に好感が持てますね。2023年で75歳を迎える森山さん、もう後期高齢者にあたる彼女ですが、まだまだその活躍はとどまるところを知りません。オールナイト日本ミュージック10の月曜パーソナリティは2015年からずっと続けており、2021年には映画竜とそばかすの姫に声優として出演されています。コンサート活動も定期的に行っており、歌手活動も精力的に行っています。一方、プライベートでは2回の離婚を経験している彼女、実はここ最近再婚の疑惑が浮上していたそうなのです。それは義理の息子である小木博明さんの暴露によって発覚しました。ラジオ「小木やはぎのメガネリーキ」にて、やはぎさんが森山良子再婚すると冗談交じりに話を振ると、実は5、6年前、もしかしたらもう少し前かも、なんか一瞬あったよ、紹介みたいな、お見合いみたいな感じかなと話した小木さん。最終的に再婚には至っていませんが、やはり70代を迎えてもそういった話があるようですね。今もなお芸能界の第一線で活躍し、生き生きと活躍されている姿に胸を打たれる男性が多いのでしょう。75歳を迎えてもいつまでも若々しい森山さん、そんな彼女の活躍から今後も目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。